行ビザというものがありませんから、はい、在留邦人の皆さんでしょうね。そうですね、もう応援も慣れたんじゃないですかね。予選ということで ですね、アンダー16もやりましたので、ね、はい、これが15番の中田です。宮崎高校で本当に大活躍してベルマーレに今年入りました。大きなシュート力はなかなか定評があります。おー、コーナーキック、おー、これシュート入った、ゴール。17番の奥大輔、素晴らしいダイレクトシュート決まりました。なんとブラジルこの大会初失点、日本が先制です。やりましたね、やりましたね。このコーナーから、このクリアも強いボールですが、あ、フリーで、はい、よく抑えましたね。あまりあのシュートが強烈なんで、これネットの下に飛びましたね。出ちゃいましたね。もう一回正面から、素晴らしい。まあ、本来ですとキャプテン格の伊藤がこの奥のミッドフィルダーのポジションに入るんですが、はい、そうですね、このテクニシャンの奥をずっとこの大会使ってるんですね。はい、彼 のパス出しに期待しているようですね、田中監督は。あ、もう一回見ましょう。何度見てもいいシーンです。中田のコーナーキックから、これあのこの大会で中田はダイレクトでコーナーキックも入れてますからね。はい、そうですね。もうディフェンシブになり得ないでしょうと、はい、カウンターでなんとか一発と言ってましたけどね。はい、これが中田です。非常にシャープですが、あっとワントゥー、もう一つタイミングが合いません。あ、しかしまだチャンスが残っている。あっと倒された、シュートの安永、惜しい、シュートですね。左足のシュート、まあどちらかというと右が利き足なんですが。さあ、前半は中盤からいよいよ後半へということになります。ブラジルの攻撃、ふわっと上げてきた、ゴール前、あ、ちょっと危ないぞ、ゴールじゃー、決まった、その回をです。胸でワントラップ、見事なボレーシュート。これでブラジル1対1の同点に追いつきました。しかしこれでまだ1対1、試合は振り出しに戻ったという感じです。ハリファスタジアム、日本対ブラジル準々決勝は1対1の同点で、今前半の27分です。チームにはですね、はい、ちょっと弱い感じがしますね。今度はブラジルです。8番のエウデル、お、マークを引きちぎって折り返すことができるかどうか。お、松田強いですね。強いですね。松田君は1対1本当強いですね。あ、いいチャージです。じわじわっとこの黄色い波が押し寄せているという感じですが、日本ピンチ、海王はジャンプ、どうだ、あっとディフェンダー2人いたんですが、その間ゴールです。ブラジル逆転2対1。やっぱりこの選手の得点感、切り込んでのヘディングですが、はい、これマーカーが後ろからですね。あ、いませんね、その、はい、あー、ゴール前には2人いたんですが、その間を割られました。はい、これ逆に国さん2人いたもんですから譲り合いましたかね。かもしれないですね。さあ、時間がない、最後はどうだ、長いパスからゴール前、あ、1人日本は倒れている。しかし松田がボールをコントロールした、ゴール前だ、ワントゥーだ、カンパスは通らないか、松田倒れた、どうだ、ノーホイッスル、ノーホイッスル、いやー、日本はもう1人安永が倒れているようですが、いや、国吉さん、今のはどうですかね、我々としてはね、 PK じゃないかという気持ち。あ、これは倒れている安永です。あ、今ようやくレフェリーのアルブレヒトさんが気づきましたが、これさっきの場面ですね。はい、いや、後ろから行ってるようにも見えますけどね。二人でこう挟み撃ちの形ですから、はい、これは、あ、今ちょっと松田もレフェリーにアピールをしたようですけどね。はい、まあ、しかし今日の、あ、ここでホイッスル、いやー、アンダー20日本代表チーム、世界のトップクラスというこの優勝候補筆頭のブラジルに一旦はリードを奪ったんですが、残念ながら2対1と本当に惜しい敗退です。いやー、しかし皆さん本当にあの、はい、世界のね、はい、ナンバーワンと言われるブラジルを相手にですね、はい、見事な戦いだったと思いますが、はい、そうですね、ただ我々はですね、はい、よくやったと言ってあげたいですけども、彼ら自身はですね、
もうよくやったっていうよりも、はい、このもっと悔しさを感じてもらってですね、もっともっと上を目指してもらいたいですね。はい、まあ、この人たちが当然同じ日の丸をつけてですね、はい、近い将来ワールドカップに出るという日が、はい、必ず来ると思いますね。ぜひそうなってもらいたいですね。まあ、今日は本当に夜遅くまで日本のこのユース代表チームの、戦い